復活、宮本百合子。提劇で復活を見た。1930年にモスクワ芸術座で上演された方法で演出された。強く印象に残ったこと。カチューシャに扮した山口よしこは熱演している。各場面ごとにその場面の範囲内で。このことは女優としての山口よしこに カチューシャの人間的成長の全体が自分によく飲み込めた一貫性を持って打ち込まれていないということを語っているネフリュードフに悪態をつくところ牢獄でウォッカをあおって賠償婦の時期の姿を示す時山口よし子は体の線も大きく投げ出していわゆるヴァンパイアの方を演じるけれども最後の場面で 政治犯でシベリアに流刑される人々に混じったカチューシャがその人々の感慨から自分の過去の不幸の意味を理解し人間としてそこから抜け出していく道が分かってみればネフリュードフの自己満足のための犠牲はいらないことと分かってネフリュードフと決別するその舞台で山口よし子のカチューシャは何とも言えず貧弱であったその姿にも 声にも堂々とネフリュードフの干渉を乗り越えた女の力が称えられてこそ、カチューシャがネフリュードフにこれから先の旅の無意味を知らせるセリフに実感があり、不幸からの復活がある。この場面になると、山口佳子はもう酔っ払ったり、男を罵倒したりすることはやめた。ただの小市民の若い女になってしまうしかなかった。か細い 平凡な、そして日本の戦略な少市民的雰囲気に包まれて、古い表現で言えば、もうふっつり考えを変えましたのよ、とでも言うような印象であった。だからカチューシャが、傷の中から芽生えた人間革新に立って、ネフリュードフと決別し、最後に自分たちの上にあった全ての過去の不幸と無知とに向かって、さようならを意味する挨拶として、 床にまで手先の触れるように低くロシアの女の相応なお辞儀をするその低い緩やかな一つのお辞儀は復活前編を流れてそこへ到達したテーマの結びとして極めて大きい内容を持った仕草であったが山口よし子はそれをそのような効果では演じられなかった過去への決別ということの深さを 女としての彼女自身の身にも引き添えて、どこまで彼女は真摯に把握したろう。私は、帝劇の舞台に間近なホジョイスにかけていて、目を凝らして、この頻繁なクライマックスを見た。そして、牢屋の中の暴ずれは、ともかく表現したこの女優が、この人間的飛躍のクライマックスで示した、日本的転身の姿に打たれた。山口よし子の、 俳優としての非力は、図らずも、日本の今日の社会がまだ持っている、人間成長のための障害の条件そのものを剥き出しているのだから。映画の制作過程と芝居とは違う。カメラに向かって演出者は、芝居においてより、はるかにこまめに女優を指導するのだろう。だから、マスクの得意さ、ある女としての持ち味だけで、 どしどし若い女が商品製造に使われても行くのだろう山口よし子が一コマ一コマと場面場面をまとめるように熱演しながら全部に流れ貫く情熱を感じさせなかったことの一つの理由はこういうところにもあるのかもしれない1948年2月